皆さんこんにちは、レーシングドライバーのマックス・オリドです。今回ですね、Z チャレンジャー、挑戦者カップ、の第2期のアンバサダーに就任することになりました。皆さんよろしくお願いします。 Z チャレンジャーはですね、e スポーツ界のモータースポーツ、こちらに注目しまして、リアルとバーチャル、シミュレーターと、実際のレーシング、そちらで活躍するグループになります。2021年もですね、僕はスーパー GT、あとはスーパー耐久、この2つのカテゴリーに参戦しております。スーパー GT は、ゼッケン30番、プリウス PHV GT に乗っております。そしてスーパー耐久の方は、47号車、GT4 アストン GT4、こちら D ステーションレーシングの方からドライブさせていただいております。あとそれ以外にはですね、ラリーに参戦したり、86レースに出たりとかですね、幅広くモータースポーツを未だに走っております。そしてですね、ここ 130R でお話をしてますけども、この日本国内でね、レーシングシミュレーターもう8年9年目ぐらいになりますが、結構僕らもこれは本当にトレーニングの一部としてレーシングシミュレーターは、非常に効果的に、役に立っております。私たち 130R のレーシングシミュレーターは、多くのプロドライバーが、トレーニングに来てくれたりとかですね、あと僕らなんかも、やっぱりこうリアルでなかなか走れない部分をシミュレーターでトレーニングする、体と脳をリンクさせてそれを実践に結びつける非常に有効的なバーチャルトレーニングになります。僕ら独自のトレーニング方法も活用したりとかですね、やっぱりこうシミュレーターでトレーニングすることによってそれをリアルに生かす、これが私たちの考え方の一つです。非常に有効的です。 Z チャレンジャー、シーズン2に参加すると、これね、決勝上位の選手、選ばれた選手には、決勝戦が海外で行われる予定なんですけども、多分香港になります。そこまでのエアチケット、そして渡航費、滞在費用すべて Z チャレンジャーが負担してくれる、これはね、素晴らしい企画だと思います。このバーチャルからリアルのレーシング、ここに挑戦するチャンスも得られるかもしれない。皆さんぜひこの Z チャレンジャー挑戦してもらいたいなと思います。なんとね、今回の賞金というのかな、チャレンジ企画に関する費用、なんと日本円で2000万以上、こんなにも予算取ってるっていうね、素晴らしい企画だと思いますので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。より多くの若者にチャンスを与える、これが Z チャレンジャーの方針でございます。Z チャレンジャーはですね、バーチャルからリアル、モータースポーツの夢を実現することをサポートします。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。